朝倉さんはね50対2の喧嘩をしてるそうですが、そうそう、ね、50対2ってこれ信じられないんですけど本当ですか？どういった感じなんですか？最初は少人数で少人数だと思ってたんですけど、はいはい、相手がたくさん来すぎちゃって、はいはい、で僕の仲間が逃げてったっていう、はいはい、が来るやつをみんな乗してったと。いやいや負けましたよ。あ、やっぱそうなんですよね。なんだ急に上からしたこと大したことないなみたいな。あ、そうなんですね。50ですからね、さすがに。俺勝手にイメージで朝倉未来イコールウィンと思ったんで、勝ったのかなと思って。何人ぐらいまで倒したんですか、50のうち。でも主要人物はだいぶ行きましたね。主要人物、宮城が三井だけ狙っていくみたいな。